こんにちは、日本美食のアカデミー協会の高久恵美子です。今日の動画のテーマは食べた方が美しく痩せる理由、そしてじゃあ実際に何を食べたら代謝アップにつながるのか、その食材の選び方のポイントについてお伝えしていきます。よくありがちなのが食べる量を減らしたりカロリー摂取を減らした方のが痩せるんじゃないのとか、食事制限ダイエットをして体重はかなり落ちたけれどもその後痩せた以上にリバウンドをしてしまったとか、痩せたはいいけれども肌の乾燥とか体のだるさ、そして抜け毛の多さが気になって仕方がない、こういった方が非常に多いです。食事制限ダイエットをするとなぜ痩せるのかっていうところが最初に知っておくべきところです。まず2つの言葉を知ってほしいんですが、1つが消費エネルギーです。消費エネルギーっていうのは主に私たちの体でいうと筋肉とか内臓を使うことによって消費してくれるエネルギー量なんですね。それに対して摂取エネルギーという言葉があります。摂取エネルギーを消費エネルギーより少なくしてあげれば体はエネルギー不足になります。すると体の中に蓄積されている体脂肪を分解することによってエネルギーとして使ってくれるので、摂取エネルギーを少なくしてあげれば確実に痩せるっていうことは可能なんですね。この摂取エネルギーっていうものは主に私たちの食事で何に含まれているかというと糖質と脂質です。なので、食事制限ダイエットっていうと主に糖質を減らそうとか、食事からの油の摂取を減らそう、そういった食事法を皆さん選ばれると思います。摂取エネルギーを減らすと糖質と脂質の摂取量が減るので体の機能が衰えていきます。そしてそれだけではなくってどうしても食事のボリュームを減らしたり内容を変えたりするとその時に起こりがちなのが本来体に必要な他の栄養素の摂取量まで減ってしまうっていうことなんですね。他の栄養素が何かっていうとビタミンとかミネラルとか食物繊維とかファイトケミカルとか、そういった栄養素が減ることによって体に何が起こるのかというと肌の乾燥が気になってきてシワが増えてきたり体がだる重っていう風に感じ始めてきたり髪の毛が抜けやすくなったりという症状が出てきやすくなります。ご相談いただく時もやはり感じるのが痩せたはいいけれどもものすごくこうげっそりしてしまったとかこう老けてしまったとかそういったご相談内容は非常に多いなって感じます。そして大事なポイントがもう一つなんですが、それだけではなくって体が摂取エネルギー不足になると脂肪を分解するだけではなくって私たちの体にある筋肉まで分解してしまうっていうことなんですね。体の中の筋肉が落ちてしまうと本当にこうげっそりした痩せ方になってしまいます。美しいとかこう健康的とかそういった状態とは真逆の状況に陥ってしまうわけなんですね。筋肉量が減るっていうことは体が持っている代謝、いわゆる消費エネルギー量も減っていくということになります。つまり食事を制限して摂取エネルギー量を減らしているといつの間にか筋肉量まで落ちてしまっているので低代謝になってしまうというわけです。摂取エネルギー量を減らしているうちっていうのはどうしても体は吸収率が高まってくるので、ふとちょっと食べた飴とかちょっといいかなって思ったチョコレート、そういったもののエネルギーの吸収率が高まるので脂肪を溜め込みやすい体になっていくし、ダイエットが終わった時に元の食事の量に戻したところで私たちの消費エネルギー量っていうのはダイエット前と比べると確実に落ちてしまっているんですね。なので昔と同じような食事の量を食べようとすると太りやすくなります。つまりこれがリバウンドをしやすくなる体を作っているっていうことになるんですね。それだけではなくって筋肉量の落ちてしまった体っていうのは非常に疲れやすくなっているので日常生活での活動意欲とか活動量の低下につながる、なのでより太りやすい自分になってしまうっていうことなんですね。なので食事制限をしてしまっていた方ほど
っていうことにぜひ着目していってください。では食べるほど美しくなる食材選びのポイントについてお伝えします。まず3つ意識していただきたいんですけれども、1つ目は筋肉の材料となるタンパク質をしっかり摂取するっていうことです。タンパク質っていうと、食材だとお肉、魚、卵、大豆製品、これらを必ず食事のたびに入れ込むようにしてあげてください。そして2つ目が代謝アップにつながるためにビタミンミネラルをしっかり含んだ食材を摂るということです。ビタミンミネラルを豊富に含む食材が何かというと、野菜だったり果物ですね。特に野菜の中でも葉物野菜、ほうれん草とかレタスとか、サラダにしやすかったりおひたしにしやすかったり、そういったお野菜っていうのはダイエットをする人たちが気にするような糖質の量もものすごく少ないです。なのでサラダとかおひたしで葉物の野菜をたっぷりたっぷり食べるようにしてあげてください。そして3つ目、代謝アップには糖質ってやっぱり必要なんですね。なので糖質の適量はしっかりとっておくっていうことがポイントです。この糖質を食事からしっかりとってあげることが大事で、どうせ抜くなら間食を抜いてあげてください。食事から取れる糖質としておすすめなのはやはりお米とか玄米とか雑穀とか、小麦粉を、使ったパンとか麺類とかもたまにはいいんですけれども、そういうのばっかり食べていると今度血糖値が上がりやすくなるので、基本は米とか玄米とか雑穀米、そういったものを選んであげてください。せっかくね痩せるのであれば健康的に美しい痩せ方っていうものが皆さんの望むところだと思うので、極端に食べる量を減らしてげっそりした痩せ方をするのではなくって、体に必要な栄養素をしっかり補給しながら健康的に体の代謝を上げて美しく痩せていきましょう。今日の内容が少しでもお役に立ったという方はぜひいいねボタン押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。